どうも、大之助です。今回は、自分には何もないっていうふうに思うんだったら、もう失うもの何もないっていう何よりの証だか,から、いろんなことを行動してみようぜっていうことについてお話していきます。まあ、あの、伝えたいことは、あの、呪術改正の板取祐二んが、あの、呪術高専に入学する前に、どんなふうに死ぬかわからないけど、生き様では後悔したくないって言ってたじゃないですか。まあ、今回お伝えしてるのは、まさしく彼の言葉の通りなんですよね。僕たちはいつ死ぬかわからないですけど、 どういう風に生きるのかっていうの、生き様っていうのは決めることができますよね。だから、あの、まあ、特に僕たち凡人ほど、あの、人生変えたいという風に思うんだったら行動しないと、努力しないと。 っていう話なんですよね。もし皆さんが天才だったんだったら、少ない努力とか、少ない行動で大きな成功を手に入れることができるかもしれないですけど、皆さん自分自身のこと天才だと思いますかまあ、大抵の人たちが自分は凡人もしくは凡人以下だ、自分は天才じゃないっていうふうに思うかもしれませんし、それで別にいい,い,いと僕は思うんですよね。まあ大助、大之助も別に自分のこと天才と思ってないし、凡人未満だと思ってるんですけど、だったらなおさら、その、まあ、努力しない凡人が皆さん何か掴めると思いますか成功を手にすることができると思いますか努力しない凡人が あのなんかオリエンタルラジオの中田さんみたいに経済的社会的一位の高い位につきたいっていうふうに思うのって。 あお思っておなんかそんなことほざいてたらどう思いますかこいつ傲慢だなっていうふうに思いませんか欲深いなっていうふうに思いませんか、まあ、ネットでアンチコメントを,をなんか書きまくってる人たちはそ,のなんかそれこそ、まあ、有名人だったり著名人だったりとか,か YouTuber とか金持ってる人たちに対してそれこそあの、まあ、中学生か高校生かの,あのユタボン君は、まあ、あの社会人の平均年収とかを超えてる可能性が非常に高いわけじゃないですかをあの、まあ、そんな10代の若者を寄ってたかって石投げてるじゃないですかいじめてるじゃないですか。<laughs> あなたそんな生き方して恥ずかしくないのって話なんですよね。あの、まあ、自分が、その自分の反省を振り返って恥ずかしくないのそんな生き方したいのって話なんですよね。で、あの、なんか、その著名人とかに、そんなことして倫理的にどうなんですか恥ずかしくないんですかとか言ってる人たちとかいるかもしれないですけど、あの、なんか、努力することとか自分の現実と向き合うことを放棄してアンチコメントを一生懸命あの打ち込んでいるあなたの人生は恥ずかしくないんですかって話なんですよね。で、まあ、あの、僕の話を聞いてる人たちの、あの、ほとんどが別にそんなアンチコメントとか別に書いたことないよっていうふうに思うかもしれないし、あの、実際に あの全体人口の中でアンチコメントを書いてる人達って 0.48%1000 まあ 1, 人いたら45人いるかいないかの超底辺,超底辺の,、まあ、あの社会にとってのカスの集まりなんですよねだからそんな人たちの意見って聞く必要ないし皆さんがそうなってないならあのそ,あのその,あのアンチコメントを書くような人になってないのに越したことはないんですけど。 ですね。アンチコメントを書かなくても、身の回りの人たちの陰口とか悪口とか誹謗中傷してませんかと。その、ね、芸能人の悪口じゃなくて、その自分の身の回りでちょっと嫉妬するなんか自分より可愛い女の子だったりとか、自分よりのそのなんか人気な、あの、あの、クラスの中心人物だったりとか、自分のなんかお、同じ同期の、あの、すごいイケメンでなんか仕事の成果もすごい出してるみたいな人たちに対して、あの、嫉妬してるけど自分は何も努力してないみたいな、あの、ことってありませんかと。もっとやるべきことあるんじゃねえのって話なんですよね。もちろんそれを決めるのは皆さん自身ですし、 余計なお世話、お世話だっていうふうに言われるかもしれませんし、あの、僕はその皆さんの人生にどう、あの、何か介入しようというふうに思うつもりはさらさらないですけど、ま、大之助はその10代の頃とか、あの、ま、努力しない自分の正当化して勉強も全然しないし、スポーツも、あの、大好きだったサッカーも高校では続けなかったんですよね。その、なんか高校に入ってサッカー部でいじめられるんじゃないのかっていうふうにありもしない幻想にとらわれて、サッカー、まあ、サッカー部に入ることを自分で拒否しちゃったんですよね。で、あの、ま、あ みんな楽しそうな青春を送っていく中であの、まあ、なんか不平不満を言うけど自分は別に勉学に励むわけでもなくてあの、まあ、誰かと仲良くしようと努力するわけでもないなんか悶々とした10代とかを過ごしてたんですよねで、まあ、社会人になって、まあ、読書するようになったりとか、まあ、こうやって自分の考えとかまとめて喋るようになったこととか、まあ、自分のもともといた友達とかに、ね、ありのままに接するようにしたことによって、まあ、人生すごい楽しくなったんですよねで <laughs> まあの別に10代の頃とかも楽しい思い出とかも多少、まあ、まあ結構あったっちゃあったけど まあそれに比べてもまあ今の生き方の方が断然楽しいなっていうふうに思うんですよその努力しない自分を正当化して生きていく生きていたあの頃よりも10代の頃とかよりも今の方がそのなんか他人の悪口言う暇があるんだったら努力しようっていうふうに思えるようになって今の生き方の方が断然自分のことを誇らしく思うし人生楽しいなっていうふうに思うんですよね。 で、まあ皆さんはもし仮に、その、死んだとしましょう。葬式を開いたとしましょう。皆さんの葬儀に参列してくれる人って何人ぐらいいますかどんな人がいますかそして彼らは皆さんにどんな言葉投げかけてくれますかで、まあ今のまま自分がその人生を消化してたら、誰が集まって何て言ってくれるだろうっていうふうに思いますか あのまあ、アルコールに入り浸ってあのタバコめっちゃ吸ってであの毎日ギャンブルに狂ってたら誰が来ると思いますか借金返せっていうふうに <laughs> 言うようなやり方がたくさん来ると思いませんか死んだ後もそんな言葉投げかけられたいですか、まあ、死んだ後はもう知らんっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、僕はその自分の家族とか友達とかに、まあ、あなたが。 その、なんだろう、いろんなことにチャレンジしたいとか、あの、まあ、あなたからインスピレーションを受けて自分も行動する勇気をもらえたようありがとうとか、あなたと一緒にいられてとても楽しかったみたいなことを、ま、大之助と一緒にいられて一緒の時間を過ごしてとても良かったとか、あの、あなたにとても勇気づけられたとか、あの、まあ、行動する勇気をもらえたとか、いうことを言ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思ったんですよね。 これ何の本だったかなちょっと何の本か忘れたんですけどあの、まあ、中田さんも解説し,たしてた本の内容でその自分が死ぬ時の,のことを想定しなさいとで死ぬ時に誰にどんな言葉を投げかけられてたいかそしてその言葉を言ってもらうためにどんな生き様をあを自分で選ぶのか考えなさいみたいな言葉があるんですよねみた,いなみたいな教訓があるんですよね。でその教訓を考えた時に大之助はあの、まあ、自分の身の回りの人たちにあの自分あの大之助自身が別に才能とか特別な能力とかなくても。 あのまあ、別に生き様をは変えることができるじゃないですかあのどんなに弱くてもあの強敵に立ち向かうのがやっぱ少年漫画とかの主人公のすごいかっこいいところですよね自分が絶対に負けるっていうふうには叶うはずないっていうふうに分かってても果敢に立ち向かうその東京リベンジャーズの主人公のタケミッチみたいな人はかっこいいじゃないですかあの、まあ、あの全然関係ない漫画で言ったらちいののかわの同僚キメラに襲われたあのヌンチャクを持っていたまん丸頭のちいかわはちいかわ族の子はあの まあ3匹でその同僚キメラを討伐しに行ったんですけど他の2匹が完全に油断しきって武装解除してたところにいやそれまずいでしょっていうふうに言っててあの定同僚キメラが襲ってきたところにあのあのそのヌンチャク持ってた子だけはヌンチャク構えてはーっていうあのまあ中国憲法みたいな構えをしてあの なんか真っ先に危機管理能力の高かった子が真っ先に自分の命を投げ出して仲間を逃がすための時間稼ぎ役にあの踊り出てで泣きながらヌンチャク振ってたところとかもうめちゃくちゃグッときたんですよねまあ何が言いたいのかっていうとあのグッときたというか切なくなって僕も読みながら泣いちゃったんですけど何が言いたいのかっていうとそんな風に自分よりつ強い絶対負けるっていう風に分かってる相手にも あの立ち向かえる、まあ、要するに、まあ、僕たち、まあ、どれだけ成長したところで自分より上,の上っていうのは必ず現れるし、まあ、誰かと対戦しなくてもあのなんか自分じゃどうにもならないような困難に立ち向かうあのぶつかることって多々ありますよねただそんなすごい巨大な困難や壁とか障害とかにも決してひるむことなくあの一生懸命あの立ち向かっていく人がかっこいいなっていうふうに大之スが思うんですよねそういう人間になりたいなっていうふうに思うんですよね。 そそれこ今まで別のなんか漫画紹介とかしてきた中で「鬼滅の刃の前逸」とか「ワンビースの c e ップとかあのあの,配球の稲荷崎高校の北さんだったりとかあとあの僕のヒーローアカデミアの主人公のデック君みたいに。 やっぱ努力する凡人ってすごいかっこいいなっていうふうに思うんですよね。で、大之助がその自分の大事な人たちに何か与えられるものがあるとすれば、それこそその、まあ、できるだけその知識とか経験を蓄えて、いざという時にその友達にその税金の話だったり、社会保障の話だったりとか、それこそ生産性に関する話だったりとか、まあ、あの、知識って、あの、お金っていうのは人にあげたらその分なくなっちゃうけど、知識っていうのは、あの、人に与えたところで減らないし、むしろ人に話す,話すことによって説明することによって、自分の持っている、あの、知識っていうのはより強固に記憶に結びついたりするんですよね。 とか、自分の分からないところが浮き彫り、説明しようと思って、うまく説明できないってことは自分がうまく理解、あの、ちゃんと理解できないっていうことじゃないですか。できていないっていうことじゃないですか。だから自分の分からないところとかも浮き彫りになるから、まあ、知識を集めて、そして人に還元していくことって、ものすごい有益なことかな、だなっていうふうに、大之助は思ったんですよね。だからこれからも、あの、勉強とか成長はやめないような生き方をしていきたいと思ったし、 別にあの僕自身に何か特別な能力がなくともその生き様、ま、その果敢に困難にあの立ち向かっていく姿を自分のその大事な人たちに見せることによって彼らの背中を押せるんじゃないのかなっていうふうにあのまあ,あの一人じゃ無理でもあまあ大之助含めあの複数人であのまあ、パーティー組んで困難に取り組んだら役割分担していけばその自分じゃ勝てなかった巨大なモンスターも倒せるかもしれないわけですよ。 自分じゃ、自分一人じゃどうせ無理っていうふうに思ってても、あいつが頑張ってるんだったら自分も頑張ろうとか、あの、あいつが一緒にいてくれるんだったら自分も一緒に立ち上がろうっていうふうに、あの、思ってもらえるように、大の助け生きていきたい,いなっていうふうに思ったんですよね。あの、<laughs> うんうん、だから、あの、板取り隆く君の言葉を、そのまま使うなら、あの、そういう自分のことを恥じないような生き様を、あの生き方をしていきたいなっていうふうに思ったんですよね。 もし、その自分の理想とする生き方を貫いていけてるんだったら、もし、あの、まあ、まあ、仮に結果が自分の振らわないような状態、例えば、僕が急に交通事故にあって、そのまま、あの、なんか死んじゃいましたっていう風になって、自分の理想とか夢の果てを見ることができなかったとしても、あ、自分の人生はここで終わりなんだっていう風に思ったとしても、まあ、全力で突き進んでいたから、まあ、できることはやったから、まあ、いっかっていう風に思えるようになってから死にたいんですよね。 まあ、煉獄さんが言う、あの、心を燃やしてっていう状態ですよねお。あの、僕たちは心を燃やして生きてますかっていうような状態なんですよね。で、っていう話なんですよね。皆さん、心を燃やして生きてますか僕たちは、あの、無限列車編の最後を見た時に、俺は、絶対煉獄さんの分も立派に生き抜いてみせるっていうふうに誰しもが思ったと思うんですよ。ただ、あ,あの、無限列車編を見てからもう1年とか2年とか経って、あの、心を燃やしてた、あの情熱は、今も残ってますかくすぶってないですかって話なんですよね。 結局自自分分を幸せにできるのは自分だけですよあの親とか先生とか上司とか先輩とかになんか理想を押しつけられるかもしれないですけど彼らの理想通りに生きたところでそれが皆さんの幸せになるかどうかっていうのは完全別なんですよね他人の理想をき生きるっていうのがあなたの本当にやりたいことなんですかと、まあ、あの周りから誹謗中傷というかないろいろやいのやいの言われるかもしれないですけど、まあ、あの悪口言ってきたりとかどうせ無理だっていう風に言ってくる人たちっていうのは自分の現実から目を背けてそのなんか憂さばらしというか自分はだ多数派だっていう風に思いたいがゆえに皆さんの足を必死に引っ張ってきてるに過ぎないですよね まあ自分が努力することを放棄したような人間たちに自分の人生を縛られたいですかとそうじゃないならちょっとでもいいからあの、まあ、いつもと同じような話になりますけど小さなことでいいからああの自分の将来のためになるような努力とかを積み上げていきませんかと大之助皆さんの背中を押すしなら皆さんと手を取って一緒に前に進んでいきたいですというようなことをお伝えしたいなというふうに思いましたということで今回は以上